オラリア AC は、ブラジルリオデジャネイロ州リオデジャネイロを本拠地とするサッカークラブである。1915年7月1日、ジャポネス FC として創設される。クラブは、その後、より多くのサポーターを引きつける目的で、クラブディレクターのカロリノ・マルチンス・アランティスによって、オラリア AC に改名された。1974年、1974。 カンピオナートブラジレーロセリエ A に参戦し、28位となった。1981年、決勝でペルナンブーコシューノサンとアマロを破り、カンピオナートブラジレーロセリエ C に優勝した。1983年、カンピオナートカリオカ2部に優勝し、翌年1部リーグに昇格した。1999年の一時期、 クラブのサッカー部門は、スポーツニュースという企業に所有された。2000年、コパジョアン・アベランジェの白、モドロに参戦し、第1ステージで敗退した。2003年、再びカンピオナート・ブラジレーロ・セレシーに参戦し、第3ステージで AD ・カボフリエンセに敗れた。ありがとうございます。